M1 ガーランドはアメリカ合衆国のスプリングフィールド造兵賞が開発した半自動小銃である。不評用の主力小銃として全面的に採用された初めての半自動小銃とされる。アメリカ軍での正式名称は当初ユナイテッド・ステーツライフル・キャリバー 30M1 とされていたが、後にライフル・キャリバー30 M1 と改められ、US ライフル、キャル、30、M1 という略記も用いられた。1936年にボルトアクションの M1903 小銃に代わり採用され、1957年に M14 小銃が採用されるまで、米軍の主力小銃であった。同じ、30口径で、同じ M1 という形式名を持つ、M1 カービンが存在するが、使用弾薬。 設計者、運用方法などは異なった別種の銃である。M1 ガーランド19世紀末から第2次世界大戦期まで、数軸国軍、第2次大戦初期の米国を含めた連合国軍を問わず、不評用主力小銃は、99式短小銃やかる98キロに見られるような相談数5ないし10発のボルトアクションライフルであった。このボルトアクションライフルは、 相談から配差屋までを手動で行うため即射性に限度があり、各国軍部では火力を増大することのできる不評用の自動小銃の開発を進めていた。しかし、不評用の自動小銃を作る際、どうしてもネックとなるのがコストと技術、弾薬の供給であった。比較的高威力の小銃弾を使用する自動装填式小銃の製造には、 高い製造技術が要求され、一丁あたりの製造コストは、ボルトアクションライフルに比べ増大する。当時、ソ連を除くほとんどの国では、試作品や、少数の量産品が配備された。例以外では、主力小銃を自動化した例はなかった。また、ソ連における半自動風標銃は、生産数こそかなりまとまった量が作られはしたものの、設計に、 未熟な面があり、実用性は、外して低く、ボルトアクションライフルを広く更新するには至らなかった。また、小銃を自動化した際には弾薬を大量に消費することになり、前線に展開する部隊へ補給するには、米軍のようにジープや小型トラックといった輸送手段が必要となる。そのため、馬質や人力に頼る原始的な兵団能力では、 自動小銃を装備してもすぐに弾薬不足に陥ることは明白であった。第二次大戦中に M1 ガーランドで使用された30から06スプリングフィールド弾は標準の M2 ボール弾で1発約 27g であり通常200発で1カートンこれだけで5ラムを超えた。これを2ラムを超える金属製の弾薬箱で輸送していた。 またスペアパーツや上質な潤滑油、前線工法で修理、整備を行う、重工も必要不可欠である。すなわち、この M1 ガーランドは、モテる国、資本主義の合理性、大量生産大国、モータリゼーション、重機大国というアメリカ合衆国ならではの自動小銃であったといえる。M1 ガーランドを指して、ジョージ・パットン将軍は、これまで考案されたものの中では、 最も偉大な武具、ダグラス・マッカーサー将軍は、我が軍に対する、最も偉大な貢献の一つなどと称賛したと、伝えられている。主力としてはすでに使われていないが、一部の国では、儀上銃として利用されている。陸軍の将官に、M1 ガーランドの開設を行うジョン・ガーランド最初に、アメリカ陸軍武器省が、自動小銃の開発に着手し、 スプリングフィールド造兵省に設計要件の策定を命じたのは1909年のことである。続く数年間で多くの自動小銃が試作され、M1903 小銃に自動装填機構を組み込んだものも複数あった。ほとんどは注目に値しないものとみなされたが、デンマーク出身の RMH 番技師の設計案は高く評価された。彼の名を取って、 万小銃と呼ばれた試作自動小銃は、1912年に武器下での性能試験が行われている。万小銃は、ガス圧作動方式、回転ボルト方式の自動小銃で、試験自体は成功したものの、性能上の不安と過剰なコストが問題点として指摘されていた。以後、1914年末頃までは万小銃の改良が進められた。 1914年から1918年までの第一次世界大戦ではフルオート射撃を行える自動火器のボルトアクション小銃に対する優位性が明確に示された。この戦訓の下各国ともフルオート射撃能力を有する銃機関銃や自動小銃の配備を進めたが一方で半自動小銃にはあまり関心が払われていなかった。 半自動小銃自体は戦前から主に民生用市場で普及していたものの30から06弾などの軍用小銃弾は非常に強力なため安定して射撃することが難しいと考えられていた。しかし不評用小銃としての有用性を認めていたアメリカ陸軍武器省では大戦末期頃からこの種の小銃に着目していた。 当時の新型半自動小銃に関する軍部からの要求は自動装填式25口径から30口径の範囲で軍用に適した銃弾を使用単純かつ頑丈な構造を備え生産性に優れること平均的な兵士が手にする標準軍用小銃であることに留意することというものだった1918年6月対戦中から 標準曲にて、軽機関銃の改良を行っていたジョン・ガーランド技師が、マシンライフルと称する設計案のプロトタイプを完成させた。この試作小銃が高く評価されたことで、1919年11月4日以降は、スプリングフィールド造兵省に雇用され、半自動小銃の設計に携わっていくこととなった。当初、ガーランドの自動小銃には、 プライマー作動方式が組み込まれていた。1920年5月、ガーランドの設計した T1920、コルト製小銃、ベルティエ設計案、改良型版小銃の4種の自動小銃による比較試験が行われたが、いずれの小銃も性能不十分とされた。翌1921年に行われた試験でも結論は変わらず、 さらなる改良が進められた。そして1924年の試験において、前回の試験を踏まえて設計された T1921 が提出された。この試験をもって、ガーランドの自動小銃は、新型半自動小銃の有力候補の一つと、みなされるようになった。その後、1924年の試験を踏まえて、 細部を改良した T1924 が設計された。同時期、陸軍では25レミントン弾を用いる民生用自動小銃の試験を行い、反動や加熱が起こりにくいという利点を認め、30から06弾よりも低威力活性後継な新型銃弾の開発を模索し始めていた。これを受けて、新型銃弾、 276弾を提案したのが、レミントン社の製品や、対戦中の秘密兵器、ピダーセンデバイスの設計に携わったジョン・ピダーセン、技師である。彼が手掛けた、ピダーセン自動小銃は、ガーランドの自動小銃と、並行して開発されることとなり、1925年から1926年までの試験を経て、仮名称 T1 が与えられた。 1926年には、新式の 30M1 普通弾を使えるように改良されたガーランドの自動小銃に仮名称 T3 が与えられた。この際に、プライマー作動方式が廃止され、一般的なガス圧作動方式が採用されている。1927年12月、武器商が30から06弾を 276弾に更新する方針を発表したため、ガーランドは、276後継仕様への再設計を行った。1929年、半自動小銃委員会が新設され、各種、276後継自動小銃の比較試験が行われたが、候補はすぐに、ピダーセン T1 とガーランド T3 の2つに絞られた。 フィダー線 T1 とガーランド T3 は共に一長一短があり、ガーランド T3 は生産性に優れ、部品の互換性の高さが長所であった。また、弾薬に潤滑油を塗布する必要がないこと、円ブロッククリップに上下の区別がなく装填しやすいことの2点は T1 と比較した際に特に有利な点とされた。最終的には、 ガーランド T3 が優れていると判断され、ビバーセントの契約は打ち切られた。276口径のガーランド小銃には、改良を加えた上で、仮名称 T3E1 が与えられた。一方、30から06弾仕様のモデルも少数調達され、仮名称 T1 が与えられている。試験運用を行った部隊でも、ガーランド T3E に及び、 276弾の評判は高く、本格的な調達も始まろうとしていた。しかし、1932年に、陸軍総参謀長、ダグラス・マッカーサー将軍が、すでに大量の、30から06弾が備蓄されており、現時点の新型10弾への移行は多大な混乱を、引き起こす恐れがあると指摘し、また財政上の問題もあったことから、 276弾への更新は見送られることとなった。こうして仮名称 T1 に改良を加えた T1E1、e、が設計され試験及び改良を経て T1E2 となる。同年3月には試験運用のために80兆分の T1E2 と生産設備の予備部品の調達が行われ8月3日名称が 30後継半自動小銃 M1 に改められた。1934年8月からは80丁の M1 半自動小銃による性能評価及び改良が繰り返し行われ、1936年1月9日に正式小銃として採用され、正式名称は30後継小銃 M1 とされた。当時、平時における軍用銃の需要不足と、 予算不足のため生産インフラの整備は、父として進まず、以後数年にわたって、生産の規模は、非常に限られていた。1937年8月に、最初の生産分がラインを出て、翌9月から出荷が始まったが、当初の生産ペースは1日あたり10兆ほどだった。1937年度の生産数は945兆、のみで、 1938年度は5879兆だった。以後、生産ペースは少しずつ向上し、1938年3月には1日、あたり20兆、1939年7月には1日、あたり80兆となり、1940年1月には1日、あたり200兆が生産されていた。また、1940年には、 ヨーロッパでの戦いの激化と太平洋の情勢緊張を背景に、ウィンチェスターリピーティングアームズでも生産が始まった。1941年12月、新珠湾攻撃を経て太平洋戦争が勃発すると、M1 ガーランドは優先順位が最も高い製品と位置づけられた。M1 ガーランドの特許図の抜粋。右が新型、左が 旧型のガスシステム元々の設計では、動作に必要な発射ガスを取り入れるために、ガストラップ式と呼ばれるシステムを採用していた。これは、重工近くにスリーブを設け、そこからガスを取り入れる仕組みで、他の方式より低い圧力のガスで動作させられるため、機関部への負荷が軽減されることが期待されていた。しかし、構造上ガスシリンダー部とマズルプラグが、 重心に固定されておらず、着検時に強度の不安があったほか、調整が左右にずれることもあった。また、重工とマズルプラグの間の清掃が困難ですすが、溜まりやすい点も、動作の信頼性を損ねうる欠陥として指摘された。七発目の玉詰まりとして知られる問題も多発した。この問題は試験運用向けに製造されたモデルでは、発生しておらず、 量産時に製造上の都合から一部部品を変形させたことによって引き起こされていたため、オーバーホール時に部品を溶接することで対処された。1939年10月26日、武器商はガストラップ式の廃止を要求した。1940年秋頃からこれらの欠陥を解消したモデルの出荷が始まった。それ以外にも様々な改良が行われた。 1937年時点では、すべての部品に図面番号が割り振られていたが、やがて生産性を向上させるために省略されるようになった。1940年後半、クリーニングキットを収めるためのスペースが重症内に設けられた。オペレーションロッドの形状も同時期に変更されている。初期型のガーランドも定期的なオーバーホールの際に、 同様の回収が施された。クリップクリップを装填する、ヨース本銃の長所は、発射時のガス圧を利用した自動装填機構にある。ロータリーボルトロッキングというボルトアクションライフルの手動発射過程を自動化したような機構を使用している。この機構により、本銃は、ボルトアクションライフルに匹敵する高い薬質の閉鎖性と自動銃としては、 比較的高い命中率を完成させている。また、円ブロッククリップ相談方式という相談方式を取っているのも特徴である。これは、8発の小銃弾薬を相談紙にはめておき、銃のボルトを引き開けて上部からクリップごと差し込み相談する方法である。発射し終わると、最終弾のハイサイヤと同時にクリップも排出され、ボルトが 交代位置で止まって、ホールドオープン状態となる。着脱式断層では空になった断層を外す操作を要するのに対して、このシステムは、その必要がなく、即座に装填操作に移行できることになる。十字体の相談数は発発と少ないものの、再装填にかかる時間そのものは、着脱式断層より、シンプルで素早いシステムでもあった。これ以前の相談師は、 5発程度の小銃弾薬の薬莢リム部分を挟んで一列に並べたものが代表的であった。その運用はボルトを解放した機関部の上に相談士の先端を刺し、上から弾薬を手子で弾倉に押し込んだ後で相談士だけを取り去る。あるいは弾薬を相談士ごと弾倉に挿入し、最終弾が薬室へ送られると相談士が弾倉の元に落下するという仕掛けが、 一般的だった。通常、装填後は、装弾クリップ自体は、再使用せず、使い捨てにする。円ブロック方式は、M1 ガーランド以降は採用されず、着脱式、箱型マガジンに移行するまでの過渡的なものであった。本銃では、同じ銃の間での部品交換が確実に、可能であったことも、長所として挙げることができる。 同製品間での企画が確立したのは第二次世界大戦中の米国である。米国資本主義の合理性の概念と大量生産体制の確立、そして製品の保障の考え方がこのような銃器にも反映されている。日本軍の38式不標銃などでよく聞かれる話であるが、複数の職人が同時に同じ銃を完成させた場合、 当時の日本工業製品は規格が確立されておらず、重職人がその場で部品のサイズなどを個別に微調整せざるを得なかった。そのため、同機種の重機の部品であっても完全な互換性がないという現象が起きていた。これは日本に限らず、当時の諸外国でも同様で、兵器、武器の部品の互換性は大きな問題点として各国も認めていた。 それを世界で最初に解消したのは、米国であり、小銃では、この M1 ガーランドが最初と言われている。蒸気で記述した長所でもある、相談のシステムは、短所ともなっている。M1 ガーランドでは常に、相談士を使って発発の弾薬を一括で、球弾する必要がある。ボルトを後方へ固定するための独立した機構はない。 ため、射撃途中に弾薬を一発ずつ追加相談することが事実上不可能となっている。ボルトを手で後方へ保持しながら弾薬を追加相談することは不可能ではないが、これを行うには両手操作が必要であり、射撃再開までに時間を要したり、機関部の異物障害の原因となるため、追加相談は実際にはほとんど行われなかった。戦場では、 戦闘の合間に新しい相談士を補充する意図で断層内の残弾をわざと適当に打ち尽くす無駄弾打ちが発生したとも言われる。また、装填時にボルトやオペレーティングロッドで手指を挟み潰す危険が常に伴った。円ブロッククリップ式のもう一つの欠点として断層に装填し薬室だけを開けておく半装填ができない点が挙げられる。 断層堤のバネを押しながら発発クリップを装填すると交代停止していた遊艇は解除されて前進する。クリップには発発が隙間なく入っているので最上部のカートリッジを指で押さえて遊艇だけを前進させることはできず初段は必ず薬室に装填されてしまう。着脱式断層であれば遊艇を先に閉鎖してから断層を取り付けることで 薬室を開けておくことは可能である。直ちに射撃する。攻撃的な用途であれば、問題とならないが、守備的用途では、問題となる。本銃では、最終弾発射後にはハイサイヤと同時に、クリップも排出されるが、その排出の際に、クリップにより、ピーンという感高い金属音が発生する。これにより、敵には、最終弾発射が判別できるということで、 兵士の間では不評であったと言われる。十に弾がない時にボルトをいっぱいに引くと常にオペレーティングロッドキャッチが動作し、ボルトはホールドされたオペレーティングロッドを介してオープン状態となる。弾を込めずにボルトを閉じる場合はマガジンフォロワーを仕込みかつオペレーティングロッドをわずかに引くとオペレーティングロッドキャッチが外れてボルトが前進する。 クリップがない場合は弾を一発だけ薬室に差し込んだ上で蒸気操作を行えば単発銃としての運用は可能ではある弾薬を保持したクリップを挿入してマガジンフォロワーをそこまでいっぱいに押し込むとオペレーティングロッドキャッチに内蔵されたアクセラレーターという部品によりオペレーティングロッドキャッチが強制的に解除され同時にクリップキャッチがクリップを弾層内に保持する ボルトストップ解除と同時にクリップキャッチが動作するとも言える。8連クリップを装填するとき、はじめのうちはオペレーティングロッドを常に押さえている必要はなく、ホールドオープン状態を維持する。アクセラレーターによるクリップキャッチおよびオペレーティングロッドキャッチ動作直前までは特にオペレーティングロッドを押えておく必要はない。新品のようなテンションの しっかり効いた8連クリップを使用する限りにおいては、クリップを仕込むと同時にオペレーティングロッドキャッチは強制解除されるが、ボルトの前進はクリップ上部の一発目に引っかかって止まる。ボルトのストッパーをクリップ上部の一発目の弾が肩代わりする状態とも言える。その後、オペレーティングロッドを手で前進させてクリップ上部の一発目を クリップから押し抜きながら装填するという形になる。米軍で初期に作られた操作マニュアルでは、8連クリップを押し込むとき、小指の付け根では、オペロットを押さえておらず、手は握りしめたままであった。しかしながら、クリップのテンションを頼りにした。この方法では、再使用などで、テンションの緩んだクリップを使った場合は、ボルトは、即時に前進し、親指が入っていれば、 当然のことながら挟まれることとなる。逆に言えば、クリップテンションが効いた8連クリップを使用する限りにおいては、親指を挟む可能性は低いと言える。多くの文献では、あらかじめオペレーティングロッドを少し引いた状態でクリップを押し込むとも取れる操作方法が紹介されている。一応可能ではあるが、その間前進しようとするボルトをなんとか、 開放状態で保持し続ける必要がある。M1 の装填容量を整理すると次の通りとなる。小指付け根でオペレーティングロッドを少し引くと、アクセラレーター動作に要する力が不要となる分、クリップキャッチがかかるまでの抵抗が軽くなる。また、アクセラレーターでオペレーティングロッドキャッチが強制解除された場合は、急激にボルトが前進するが、小指付け根で、 オペレーティングロッドを押さえていれば、ボルトの急激な閉鎖を、ある程度防止でき、クリップテンションによるボルトの即時閉鎖が防げる。すなわち、親指を挟む恐れがなくなる。また、射撃、狩猟用として作られている2連クリップ、または5連クリップは、マガジンフォロワーが下がりきらないので、目いっぱい押し込んでもアクセラレーターが動作しない。アクセラレーターが動作しないということは、 クリップキャッチもかからずオペレーティングロッドキャッチも解除しない。また、クリップテンション自体も8連用と比べるとはるかに弱いので、一発目がホールドオープン肩代わりという8連クリップの容量は期待できない。クリップをいっぱいに押し込んで、ボルトを少し引いたら、ボルト全身を阻むものは何もないと考えるべきで、2連。 および五連クリップを使用する場合は、十分な注意が必要である。M1 ガーランドのトリガーガードは、ウィンチェスターのレバーアクション銃と類似した機構であるため、用心均衡部を強く下方に引き下ろし、バネの反発に逆らい前方いっぱいに押すと撃鉄を再コックすることができる。この動作は、機関部取り外しの手順でもあるため、再コックを目的として行う場合は、 片手で、断層底部と木部をしっかりと握っておく必要がある。射撃練習場での不発時には、この操作で発射に成功すれば、不発弾の処置が不要になるため、積極的に推奨されていた手順である。タラワに上陸する海兵隊員1936年に採用された後、1937年には、スプリングフィールド造兵省での生産が始まり、 1938年から部隊への配備が始まった。第二次世界大戦を通じてアメリカ軍の主力風標銃として運用された。反自動小銃自体は各国で開発されていたものの標準的な不標銃として配備することに成功したのはアメリカのみだった。最初の実戦投入は1941年12月に始まった。 フィリピンの戦いにおいてであった。ただし、ほとんどのアメリカ兵及びフィリピン兵は M1903 小銃を支給されていた。1942年8月に始まったガダルカナル島の戦いでは、最初に上陸した海兵隊では以前として M1903 小銃が使われていたが、 二ヶ月後の十月に上陸した陸軍部隊には M1 ガーランドが配備されていた。1942年11月の北アフリカ侵攻に参加した陸軍部隊にも使用されている。ヨーロッパ戦線では1942年8月のディエップの戦いに参加した陸軍レンジャー部隊が初めて使用した。レンドリースポーなどに従い、 アメリカと共に戦う連合各国にも M1 ガーランドが供給された。1941年3月27日にはイギリスに対する供給が決定し、1942年6月までに3万80001兆の M1 ガーランドがイングランドへと送られた。これらの M1 ガーランドにはイギリス軍で非標準装備を意味する赤い帯状の塗装が施されていたほか、 重傷などにも刻印が行われていた。しかし、同時期にドイツ軍の英本土侵攻が頓挫したことで早急な配備の必要性が薄れたため、M1 ガーランドは一部がホームガードや空軍の基地警備隊に配備されるに止まり、大部分は配備されないままアメリカへと送り返された。1945年末までに、 スプリングフィールド及びウィンチェスターによって400万兆以上の M1 ガーランドが製造された。1945年、終戦に伴い新規調達が中止されたものの、1950年に勃発した朝鮮戦争の影響で備蓄分の装備が枯渇し始めたため、1951年から再生産が始まった。スプリングフィールドのほか インターナショナルハーベスター及びハーリントンリチャードソンでも生産が行われた。新しい生産ラインが構築されるまでは、在庫として残されていた M1C 狙撃銃などの余剰部品を使った M1 ガーランドが製造された。1957年までに150万丁の M1 ガーランドが製造された。第二次世界大戦中の1944年頃から、 M1 ガーランドにセレクティブファイア機能や着脱式箱型断層などを追加する改良計画が進められていた。その結果として設計されたのが M14 小銃である。1957年、M1 ガーランドだけではなく、アメリカ軍における標準的な不評用消火器、すなわち M1、M2 カービン。 M3、M3A1 短期艦銃、M1918 自動銃のすべてを同時に更新する装備として M14 が採用された。M1C、M1D1941 年12月の真珠湾攻撃の時点でアメリカ軍は狙撃銃を正式採用していなかった。開戦後、M1 ガーランドの狙撃銃使用を求める声が大きくなっていたが、 従来のボルトアクション小銃のように、機関部真上にスコープを取り付けることが、構造上不可能で、プリズム型スコープなど様々な解決方法が模索された。1943年には、暫定的な措置として、M1903A3 小銃を原型とした M1903A4 狙撃銃が、正式採用された。M1903A4 は M1。 カーランド狙撃銃仕様の開発の遅れも、相まって、対戦を通じて広く配備されることとなる。最終的には、機関部の左側面にオフセットした、スコープマウントを、また重傷にチークパッドを取り付けるデザインが最適と、判断された。これに従って、グリフィンハウ社が設計した M1E7 は、マウントベースを取り付けるためのネジ穴を機関部に設けた。 以外には、基本的に変更が加えられていなかった。1944年7月27日、M1E7 は M1C 狙撃銃として、正式採用された。一方、ジョン・ガーランド自身が手掛けた M1E8 は、重心後部にマウントベースが直接組み込まれており、素早くスコープを取り外すことができる構造になっていた。 M1E8 は M1D 狙撃銃として採用された。ただし、M1D は純正式と位置付けられ、主に調達されたのは M1C だった。1944年10月、M1C 向けに M72 スコープが採用される。これは市販されていた、レーマン社製のアラスカン型全転向型スコープを正式採用したものである。M72 に、 対物レンズ側の日おけなどの改良を加えたのが M81。スコープで倍率は2.2倍だった。その後、さらに改良を加えた M82 が採用されている。1945年1月25日、狙撃主要の昇塩機として M2 称塩機が採用された。M2 称塩機は着見装置を用いて固定した。 終戦後に開発された T37 消炎器もあったが、いずれも効果が限られており、射撃精度にも悪影響を及ぼすとして広くは使用されなかった。当初、M1C は2158兆調達される予定だったが、狙撃銃という性質上、高い精度での部品製造や組み立てが求められたため、終戦までの調達数は7971兆に、 止まっていた。M1C は太平洋戦争末期から朝鮮戦争頃まで使用されたが、1951年頃からは実践を通じて M1D の方が優れた設計と考えられるようになった。以後、M1D の本格的な製造と調達が始まり、退役した M1C は M1 ガーランドに再回収された後、友好国への軍事援助などに用いられた。 また、朝鮮戦争中には、海兵隊の要望を受け、M1C に、コルモーゲンオプティクス射程の4倍スコープを取り付けた、USMC1952 狙撃銃が、開発されている。M1 ガーランドの単焦銃モデルとして試作された M1E5 及び T26 は、戦車併用を意味するタンカーの通称で知られる。ただし、実際には、小型火器を求める。 空挺隊員やジャングルの特殊な環境の中で戦う兵士の要望に基づいて設計されたと言われている。1943年頃から各戦線にて M1 ガーランドのカービンモデルを求める声が上がり始め、1944年1月には第93不評師団にて試作された単焦銃の性能試験が行われ、その結果を受けて、 スプリングフィールド造兵賞にて単賞銃の開発が始まった。数ヶ月後に設計された M1E5 は24インチから18インチまで短縮した単重心開発者ガーランドが提案した金属製の折りたたみ式重賞を備えていた。その後の性能試験を受けて折りたたみ式のピストルグリップも追加された。単重心化による 射撃精度への直接の影響は少なかったものの、大きな銃声や発砲炎、反動が問題視され、新たなマズルブレーキを設計する必要があるとされた。他、重傷も強度や構えやすさに問題があるとされた。結局、並行して開発されていた T20 ライフルに辞任を集中させるため、m 1 e 5の計画は放棄された。m 1 e 5は一丁のみが、 テスト用に製造された。同年秋、太平洋戦線委員会の指令により、少数の M1 ガーランドが単焦銃に改造された。この際の改造は、各部隊にて手作業で行われた。太平洋戦線ではジャングルが戦場となることも多く、M1 カービンよりも強力で、ブラッシュカッティングに優れた単焦銃が求められていたのである。これらは、 第6軍式化の部隊や第503落下山不評連隊に配備され、戦線各地にて実践試験が行われた。その後、PWB は試験結果とともに改造短小順をサンプルとして本国に送り、本格的な短小順の設計を行うよう求めた。これを受けた、スプリングフィールド造兵賞が開発した T26 は固定重傷を備えるほかは、 M1E5 とほとんど同一の設計だった。問題点も変わらず、銃声、発砲円反動が M1 ガーランドに比べて非常に大きかった。2兆の T26 が1945年7月に試作され、その後1万5000兆が製造される予定だったが、8月には日本が降伏して太平洋戦争が終結したため、計画そのものが放棄された。 PWB は M1 ガーランド150兆の改造を命じていたものの本国からの評価と連絡を待つ必要があったため計画放棄までに完了はしていなかったとみられ現存品は少ない結局 M1E5 及び T26 は極めて少数しか製造されなかったが M1 ガーランドのカービンモデルというアイデアは後に民生用重機市場で蘇ることになる 1960年代初頭、一部の民間事業者が放出された軍用銃の余剰部品の取り扱いに着手した。その中の一人、ロバート・ E ・ペニー・ジュニアは入手した余剰部品に加え復元した溶断部品を用い、民間市場向けに M1 ガーランドを中心とするライフルの販売を開始した。そしてかつて試作された。 単焦銃の存在を知っていたペニーは、新製品として、これを模したライフルを作り、戦車併用単焦銃という印象を与える、タンカーガーランドなるニックネームを与えたのである。当時、民間人にとって、本物の M1 ガーランドの入手は極めて困難だったので、タンカーを含む復元銃の売れ行きは好調だった。部品の心臓には膨大な費用がかかるため、 余剰部品のの枯渇とともにペニーは、復元銃の販売を中止して会社を売却した。しかし、他の企業等でも、類似製品の製造が行われており、単小重化された M1 ガーランドを指すタンカーという、誤ったニックネームが広まっていった。T20E に M14 第二次世界大戦中の1944年頃から、M1 ガーランドにセレクティブファイア機能や、 着脱式箱型断層などを追加する改良計画が進められていた。多くの設計者がこの計画に参加し多数の設計案が試作された。そのうち M1 ガーランドの設計者であるガーランド自身が手掛けたモデルが T20 である。性能試験の後に改良を加えたモデルが t 2、e、2で1945年には10万兆の 調達が予定されたものの、間もなくして、日本の降伏により、第二次世界大戦が終結したため、実際の製造数は100兆程度に止まった。その後も T22、e、をベースに設計が進められ、最終的に M14 として、正式採用されることとなった。着脱式箱型弾倉を採用し、フルオート射撃が可能になった。民生型の M1A、 狙撃銃型の M21 などのバリエーションが存在する。ベトナム戦争中に M16 自動小銃に更新された。M14 と M60 機関銃の採用によって、アメリカ軍の標準小銃弾は 7.62X51mm、ナトー弾へと移行したが、いくつかの問題から M14 の生産に、 遅れが出ていたため、一部の部隊では引き続き、M1 ガーランドが使用された。陸軍武器省では、M14 の不足を補うため、M1 ガーランドを 7.6mmX51mm 弾仕様に、改造することを提案したが、陸軍及び海兵隊ではこれに反対し、M14 が十分供給されるまでは、30から06弾仕様の M1 ガーランドをそのまま、 使う方針を取った。一方、海軍では、主要武装ではないこともあって、陸軍や海兵隊に比べて、装備更新時の優先度が低く、当面、M14 が配備されないことが明らかだった。そのため、7.62X51mm 弾仕様の M1 ガーランドを調達する方針を選んだのである。1959年。 ペンシルベニア州のヨーク海軍兵器所にて 7.62X51mm 弾使用 M1 ガーランドの設計が始まった。1964年、スプリングフィールド造兵省が海軍の要求に従った 7.62X51mm 弾使用 M1 ガーランドを試作し、仮名称 M1E14 を与えた。 M1E14 の性能試験の結果はかんばしいものではなかったが、海軍はこの計画をさらに推し進めていった。その後、7.62X51mm 弾、使用 M1 ガーランドには、海軍式の命名規則が適用され、例えば MK にモッド0、MK にモッド1などと呼ばれるようになった。設計が難航したこともあり、MK にシリーズは、 比較的少数しか使用されず、M14 や M16 に更新されるまで、30から06弾仕様のまま使われた M1、ガーランドも多かった。4式自動小銃日本軍によるコピー。5式だったとも言われる。BM59 第二次世界大戦後のイタリアにて、M1 ガーランドを改造する目的で開発された、自動小銃。着脱式箱型弾倉を使用する。 M14 に類似するが、設計は別物で、BM59 は M1 ガーランドの基本構造を受け継いでいる。M7 グレネードランチャーを装着することで、22mm ライフルグレネードを発射することができる。ソケット型のアダプターで、銃剣固定用の金具に固定する。グレネードを発射するときには、一発だけ空砲を装填する必要がある。 M1 ガーランドの銃剣には、M1905E1M1942M1、M5 が対応している。AB、US スプリングフィールド M1 ガロンド、セミオートマティックライフル。NRA ミュージアムズ、2017年3月23日、閲覧。AB、ガロンド VS、ペダルセアメリカンライフルマン、NRA、2017年3月23日、閲覧。 ザ・ M1 ガロンドリーセントデベロップメントインオートローダーズアメリカンライフルマン NRA 2017年3月23日閲覧 AB ザ・アンノン M1 ガロンドアメリカンライフルマン NRA 2017年3月23日閲覧 ABCDE ヒストリーオブザ・ M1 ガロンドライフル ガロンドコレクターズアソシエーション。2017年6月8日。閲覧。ライフル。ミリタリー US ライフル M1。30SN2723026。スプリングフィールドアーモリーミュージアム。2017年3月23日。閲覧。ザ・ M1 ガロンド ATD f アメリカンライフルマン。NRA。2019年3月24日。閲覧。 ガロンズ・イン・ザ・キングス・サービス。アメリカン・ライフルマン、NRA、2017年3月24日、閲覧。AB、ポスト、ワールド・オーツ・ユ・ m ム・ガロンド・ライフルズ。アメリカン・ライフルマン、NRA、2017年3月23日、閲覧。AB、ザ・ M14 ・ライフル、ジョン・ガロンド、S ・ファイナル・レガシー。 アメリカンライフルマン NRA2017 年3月23日閲覧。ザ・ M1C ガロンドスナイパーライフル。アメリカンライフルマン NRA2017 年3月23日閲覧。M1E5 ォールディングストックガロンドカービン。ヒストリカルファイアラームズ2017年4月1日閲覧。ABC タンカーガロンズザ・リアルストーリー。 アメリカン・ライフルマン、NRA、2020年10月27日閲覧。ライフル、ミリタリー・ US ・ライフル T26、30SN2291873。スプリングフィールド・アーモリー・ミュージアム、2017年3月23日、閲覧。7.62X51mm な党、US ・ネイビーがロンド・ライフルズ。 アメリカン・ライフルマン、NRA、2017年3月23日、閲覧。エリート・フォーセス陸上自衛隊編、パート 1P72、新しい、議場銃が、お披露目。航空新聞社ウィング、2019年5月23日、閲覧。ザ・ M1 がロンド・イン・ベトナム。2020年8月22日、閲覧。ありがとうございます。